サンタアニータトロフィーってことでやっておきたいと思います。秘密基地小学総集発注でございます。こちら大井の SC 競争ダート 1600m 戦、サンタアニータとね大井で交換競争っていうかね、まあお互い国際交流の一環として交流してきて、これがね実を結んだのが昨年のサンタアニータダービー。まあね、あの大井でね、あの大井の馬に、まあ、このサンタアニータダービーへの出走枠一応2つ用意しておきますよみたいな流れがあったわけですよね。まあ実際出走することはなかなか難しいかなって言ってたらね、遠征する馬が出てマンダリンヒーロー、まあそしてその本当にサンタアニータダービーに着しちゃって、本当に出走権獲得しちゃって、本当にケンタッキーダービーまで出ちゃった。まあこのね長年の交流が一つ実を結んだっていうね、あの事例になったわけです。まあこんな思い出話もね、まだ去年の話だから、こうあそんなことあったよねってか、まあ軽い話になりますけど、まあこれがね何十年と経ってもね思い出話としてできるような、いや新しい思い出ができて、こんな話はどっかでねケンタッキーダービー勝っちゃったみたいなね奇跡が起こってくれたらもっといいんだけれども、まあなかなかね、まあそんな感じの長年の交流のね結果がで、成果が出たみたいなね、そういう、こう、中でやっていくサンタアニータトロフィーなんですけども、まあ、軸は2番のジュード・バン。まあ、今年もね、年始に川崎マイラーズを勝った、南関東ではトップのマイラーの1頭なんですけども、まあ、中九州、まあ、内目の枠から狙いたいなというところでね、この馬から行ってみたいと思います。まあ、そして3番のブラックパンサー。まあ、1004から1006ではね、そこそこ安定の実績ですし、まあ、浦和の馬なんでね、あれですけどもね、あの地元では重賞2着もある活躍馬ですから、まあ、南関東でね、他の競馬場も転々としてますが、ここも狙えるとは思います。まあ、そして9番のラストストーリー、先行して実績を残している馬。まあ、ここ何日かね、猛暑が続いた後、ようやくね、一雨来てみたいな感じになってますから、まあ、少し馬場が湿った雨がの後の多いで前残りがね、多少なりとも発生するようだったら、まあ、上り馬としてね面白い存在だと思います。そして10番のオメガレインボー、まあ、直近でもね G1 を2戦して JPN1 交流 G1 を2戦して、まあ、それゆえにね馬柱のこう見かけ上の最近の金装着順っていうのが悪くなってるのはプラスに見るべき、相手関係ね強いところでやってきた馬ですから、まあ安城吉原博人を確保してきたあたりもまあ期待の表れかなというふうに思っておいていいと思います。まあ、そして12番のハデスキーパー、前走トライアルを勝った馬ですね。まあ森タイトを起用でね、これも連勝の勢いの上り馬ですから、まあここら辺で狙ってやっておきたいと思います。ってわけで、まあいつも通りですね、またやっていくんでチャンネル登録とよろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。